マイケル・オーウェン、マイケル・ジェームス・オーウェン、マイケル・ジェームズ・オーウェン、1979年12月14日帯は、イングランド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワードであった。サッカー選手であったの息子であり、リバプール FC の下部組織からトップチームに昇格し、1997年5月にデビューを飾った。初めて、 フルシーズンを戦った1997から98シーズンは18得点でプレミアムの得点王となり、翌シーズンも得点王となった。ハムストリングの怪我でチームを離れることが多かったが、1997から98シーズンから2003から04シーズンまでリバプールのシーズン最多得点者あった。二千一年には UEFA カップ、FA カップ、 リーグカップのカップトレブルを達成し、バロンドールを受賞した。リバプールでは、リーグ戦で216試合に出場し、118得点を挙げた。2004年の夏に800万ポンドの移籍金で、レアルマドリードに移籍、交代での出場が多かったが13得点を挙げ、出場時間に対する得点率では、リーガーエスパニョーラ全体で最高であった。翌シーズンには万ポンドで、 入荷するユナイテッドに移籍し、プレミアリーグに復帰した。4年契約の最後のシーズンに入荷するは、降格が決定し、自由契約でマンチェスターユナイテッドに加入することになった。代表では、1998年に当時、イングランド史上最年少で、イングランド代表代表デビューを飾り、最年少ゴールも記録した。1998FIFA ワールドカップでの活躍は、 国内外で知名度を高め、ユーロ2000、2002FIFA フフワールドカップ、ユーロ2004でも得点を挙げ、4つのメジャー大会で得点を記録している唯一の選手となっている。2006FIFA ワールドカップにも出場したが、膝に大怪我を負ってしまった。キャプテンを務めたこともあるイングランド代表では、史上7位の出場数を誇り、89試合で40得点を記録している。 2006年のワールドカップで負った負傷に対して、FIFA とザイフェへと入滑するユナイテッドの間で、論争が起き、最終的に入滑するに対して、それまで、前例のなかった、保証金1000万ポンが支払われ、クラブの契約下にある選手が出場する義務のある、国際試合で負傷した、さの保証について変更がもたらされた。2013年、シーズン終了に合わせて、現役引退。 最終所属クラブはストークシティ FC。オーウェンはチェシャー州チェスターで1979年12月14日にジャネットとの4番目の子供として生を受けた。父は元サッカー選手でありチェスターシティやエバートンなどのクラブでプレしていた。父から家族の中で最も有望だとみなされたオーウェンは7歳の時にサッカーを始めた。エバートンのファンであったオーウェンは ウェールズのにあるレクタードリュープライマリースクールに通い、10歳の頃にはすでに多くのスカウトの注目を集めていた。オーウェンは後に D サイドプライマリースクールに通い、そこのサッカーチームでは2年間で97得点を上げ、イアンラッシュが保持していた72得点の記録を更新し、のユースチームでは地元の体育教師であったハワード・ロバーツが年齢が、下の選手が上のカテゴリーで、 プレーできるようリーグを説得して、以降、8歳で U-10 のチームでプレーしていた。モールド・アレクサンドラでのデビュー戦でゴールを挙げ、地元のライバルであるベイギルトとの試合の勝利に貢献した。を離れてからは、ハワーデンハイスクールに通い、そこのスクールチームでもプレーをした。13歳になり、ハイスクールに通い始めたオーウェンは、スクールボーイ契約を結べる資格を有していた。 チェルシー FC、マンチェスターユナイテッド FC、アーセナル FC からも誘いを受けたが、オーウェンはリバプール FC を選び、14歳の時にクラブはシュロップシャー州リレシャルにある FA のスクールに通うようにオーウェンを説得した。この時までオーウェンはハワーデンハイスクールで学習を続けており、10科目の GCSC を取得した。卒業後16歳で、 クラブと練習生契約を結び、4から1で勝利した1996年の FA ユースカップ決勝では、フランク・ランパード、リオ・ハー・ディナンド要するウエストハム・ユナイテッド FC と対戦し、得点を奪った。その4ヶ月後の17歳の誕生日に、クラブとプロ契約を結んだ。1997年5月6日に行われたウィンブルドン FC 戦で、 トップチームデビューを飾り、オーウェンはデビュー戦で初得点を記録したが、チームは1から2で敗れた。ロビー・ファウラーが怪我により、チームを離脱していたため、1997から98シーズンは、ボールインス、スティーブ・マクマナマンらと共に、レギュラーとしてプレーした。UEFA カップのセルティック FC 戦で、UEFA の大会での初得点を記録し、 リーグカップのグリムズビータウーフ C 戦でハットトリックを達成した。アンフィールドで行われ2から3で敗れたサウサンプトン FC では2得点を挙げ、翌週にヒルズボロスタジアムで行われたシェフィールドウェンズで FC 戦ではリーグ戦で初となるハットトリックを成した。最終的にプレミアリーグではブラックバンド・オーバーズ FC のクリス・サットン。 コベントリーシティ FC のディオンダブリンと並び18得点で得点王となり、PF 年間最優秀若手選手賞を受賞した。1998から99シーズンも応援個人は40試合に出場し23得点を挙げたが、チームは UEFA カップの出場権すら得られない7位でシーズンを終えた。1999年4月12日に行われたリーズ戦で、 ハムストリングを負傷し、慢性的な怪我であることが判明すると同時に、シーズンは終わりを告げた。1999から2000シーズンは、昨シーズンに負った負傷と怪我に悩まされたが、12得点を上げ、クラブの UEFA カップの出場権獲得に貢献した。ユーロ2000開幕前まで応援は、ハムストリングの問題に悩まされ、 バイエルミューンヘンのハンスビルヘルム・ミュラー・ボールファールと医師の診察を受けた。2000から01シーズンは近年で最も成功を収めたシーズンである。リーグカップと FA カップと UEFA カップのタイトルを獲得し、FA カップ決勝のアーセナル戦では残り10分で、オーウェンが2得点を欠逆点に成功した。この試合はマイケル・オーウェンの決勝戦と呼ばれている。 FA カップと UEFA カップを制したことにより、チャリティーシールドと UEFA スーパーカップの出場権を得たリバプールは両試合ともに勝利した。マンチェスターユナイテッドとのチャリティーシールドでは決勝点を決め2から1の勝利に貢献し、バイエルンとのスーパーカップではチームの3点目を決めた。リバプールは1年間で5つのトロフィーを獲得したイングランド初のチームとなり、 翌週に行われたバイエルンのゴールキーパーであるオリバー・カーンを要するドイツ戦ではハットトリックを達した。その年の終わりにはリバプールの選手として初めてバロンドールを受賞しワールドサッカー史が選出する最優秀選手にイングランド人としてまたプレミアリーグに所属する選手として初めて選出された。2001年12月21日に行われた。 ウエストハムユナイテッド FC で、リバプールでの通算100得点を達成した。2001から02シーズンは2位で、リーグ戦を終え、オーウェンは28得点を挙げた。2002から03シーズンも好調を維持し、28得点を決めた。リーグタイトルへの期待も高まったが、最終的に5位でシーズンを終えた。リーグカップ決勝ではオーウェンも得点を決め、 マンチェスターユナイテッドに2から0で勝利し、ウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で、プレミアリーグ通算100得点を達成した。2003から04シーズンは、怪我に苦しんだが、19得点を挙げ、2004年2月15日のポーツマス FC 戦で自身通算150得点を達成した。ジェラールーリエは監督を解任され、 応援もクラブを離れるのではないかという噂が流れた。2004から05シーズンのチャンピオンズリーグ予備予選でカップ態度を避けるために出場せず、2004年8月13日に800万ポンドの移籍金でレアルマドリードへ移籍することになり、この遺跡に伴いアントニオルニエスがリバプールに加入することになった。1998年から応援は毎シーズンクラブの最多得点者であった。 レアル・マドリードでは11番を与えられた。レアルではシーズンの初めはファンやスペインの記者からコンディションの悪さを指摘されたが2004年10月に代表戦から戻るとチャンピオンズリーのディナム・キエフ戦で初得点を記録し1から0の勝利に貢献した。その数日後に行われたバレンシア・シー・イ戦でリーグ戦初得点を記録し その後4試合で3得点を挙げ、7試合で5得点を挙げる活躍を見せた。最終的にリーガエスパニオーラでは最高の得点率を記録した。2005年の夏にクラブはロビーニョとジュリオバチスタと契約し、オーウェンはプレミアリーグに復帰することになった。2005年8月24日、選手の代理人とは交渉中であったが、入滑するユナイテッド FC は、 クラブ記録となる遺跡金1680万ポンドで、オーウェンの獲得に、クラブ間で合意したと発表した。リバプールとエバートン FC も獲得に興味を示していたが、レアルの提示した金額を支払う意思はなかった。代表でのポジションをつかむために、多くの出場機会を得る必要があり、年俸1200万ポンドと噂される中、ニューカッスルへの加入が決定した。当初、応ン自身は、 リバプールに戻りたがっているという報道がなされたが、8月31日にニューカッスルと4年間の契約を結んだ。余談ではあるが2007年に公開された映画ゴール2の劇中においては、オーウェンは同作の主人公とのトレードでニューカッスルへ移籍したいう設定となっている。セントジェームズパークで行われた入団発表にはおよそ2万人のファンが集まったが、 プレシーズンに大体を負傷したため、2005から06、シーズンの開幕には間に合わなかった。リーグ戦での初得点は、ニューカッスルで2試合目の出場となった9月18日に行われ、3から0で勝利した、ブラックバーン・ローバーアッツ FC 戦で決めた得であり、チームの2点目を決め、チームもシーズン初勝利を挙げた。12月17日に行われた、 ウエストハムユナイテッド FC 戦では、ハットトリックを達成し、4から2の勝利に貢献した。3得点はそれぞれ左足、右足、ヘディングで決めた。12月31日に行われた、トッテナムホットスパー FC 戦で中足骨を骨折し、早期に復帰するために、金属製のピンを埋め込む手術を受けた。3月末頃の復帰が期待されたが、 期待した通りの成果は得られず、2006年3月24日に簡単な手術を受け、シーズン最後の数週間に向けて決意を述べた。4月29日に行われたバーミンガムシティ FC 戦で62分から交代で出場し、チームに復帰したが、試合後には足の状態について100%とは言えないと話した。X 線検査を受け、 ニューカッスルのシーズン最後の試合には出場できなかった。ワールドカップで追った右膝の全十字人体断裂は回復まで1年近くを要し2007年4月まで試合に出場できなかった。ワールドカップで追ったオーウェンの深刻な怪我を契機に FIFA フフと FA を中心に手が出場する義務を負う試合で負傷した場合の保証について議論が起こりニューカッスルは応援が ワールドカップで追った怪我により、プレミアリーグや、その他のカップ戦の試合に長期に出場できないことに、憤慨していた。怪我をして以降、FIFA と FA は、従来の保険契約に基づき応援の週休11万ポンドの、うち5万ポンドを支払っていた。2006年9月まで入荷するは FA に対して2000万ポンドの、さらなる保証を求めて訴えると話していた。 オーウェンの今回のケースを契機に2004年に、モロッコ代表の選手が負った怪我について取り上げられた。ニューカッスルの求める保証金額の内訳は、オーウェンの代役として獲得したオバフェミ・マルティンスの移籍金620万ポンド、オーウェンの給料、長期の離脱がオーウェンに与える影響、リーグ戦とカップ戦の戦績への影響、オーウェンの4年契約の減価消却、医療費を試算してのものであった。 2007年2月、FIFA は100万ポンドの最後の保証額を提示した。2007年4月まで入荷するは FA に対し、今後応援の召集には応じない可能性を示唆した。最終的に、FIFA と FA とクラブは和解し、FIFA は600万から700万ポンドを支払い、入荷するは応援の給料は満額支払われていると述べたため、総額で1000万ポンドに達すると見られている。 オーウェンの保証をめぐって、FA はイングランド代表選手にかかる保険金の期待を10万ポンドに倍増し、FIFA フフはワールドカップで負傷した、さえの保証金を支払うための基金を導入した。2007年2月12日、オーウェンは軽い練習を行い、クラブの公式サイトにランニング風景の写真などを掲載した。4月10日に行われたグレトナとの親善試合で実戦復帰し、 その試合で得点を決めた。4月30日に行われた、レディング FC 戦に90分間出場したが、チームは0から1で敗れた。2007年5月9日、クラブのチェアマンであるフレディ・シェパードは2006から07、シーズン終了後に1000万ポンド以下の金額で、オーウェンが別のクラブに移籍できるという報道に対して、怒りを持って応じた。リバプールファンの一部は、 復帰を求め、新たに監督に就任したサム・アラダイスも、オーウェンの契約に契約解除の条項が盛り込まれていることを明かしたが、オーウェンは移籍する意思がないと話した。移籍のルールでは、契約最終年である2008から09シーズンの1月には、他のクラブと仮契約を結ぶことが可能となっていた。2008年12月22日に、クラブから提示された新契約は、 拒否したが、1月の移籍市場で移籍しないことを条件に、シーズン終了後まで契約の延長について協議しないと述べた。2009年5月15日に、デイリーエクスプレスがオーウェンに関心を示している。プレミアリーグのクラブは存在せず、オーウェンのキャリアは事実上終了し、引退を示唆しているという記事を掲載したが、公的な謝罪を求めロンドンの高等裁判所に訴え、 損害賠償を勝ち取った。シーズン最後の8試合はアランシアラーが監督を務めたが、シーズン最終日の2009年5月24日に、クラブの15シーズンぶりの降格が決定した。6月14日には、オーウェンのマネジメント会社である、バッサーマンメディアグループがいくつかのクラブに34ページに渡るオーウェンのパンフレットを送付していたことが明らかになった。6月22日、 オーウェンは、プレミアリーグのクラブか国外のトップリーグでのプレーを望み、入荷するとの契約を更新しないことを明らかにし、契約が満了し、フリートランスファーのみとなる6月30日まで、いかなるクラブとも交渉しないと報道された。2009年7月3日、マンチェスターユナイテッドと2年間の契約を結んだことが発表された。アレックス・ファーガソンからのアプローチは、 突然の思いがけないものであった。背番号はレアルマドリードに移籍したクリスティアーノ・ロナウドが背負っていた7番に決まった。この番号はエリック・カントナ、ブライアン・ロブソン、デビット・ベッカム、ジョージ・ベストというユナイテッドの名選手たちが付けていた番号である。ユナイテッドでのリーグ戦デビューは2009年8月16日に行われ1から0で勝利したバーミンガムシティ戦であり、 交代で出場した。公式戦での初得点は8月22日に行われ5から0で勝利したウィガンアスレティック FC 戦で記録したゴールである。9月20日に行われたマンチェスターダービーではアディショナルタイムに決勝オールを決め4から3の勝利に貢献した。試合後にはすぐにゴールシーンを思い返すことはできないが僕のキャリアにとって重要なものになる。 話した。10月27日に行われたリーグカップ4回戦のバーンズリー戦で得点を決め、2から0の勝利に貢献した。マンチェスターユナイテッドにおけるチャンピオンズリーグでの初得点は11月3日、行われたチェスカ・モスクワ戦で決めたゴールであり、試合は3から3の引き分けに終わった。2010年のワールドカップメンバー入りを目指すオーウェンは12月8日に行われた。 VFL ボルフスブルク戦で205年以来となるハットトリックを決めるなどアピールしたが2010年2月28日に行われたリーグカップ決勝のアストンビラ FC 戦で先制点を挙げるも前半42分に負傷により交代となった当初はすぐに復帰できる怪我だと考えられていたが3月5日に残りのシーズンを欠場することが発表された 怪我から復帰したオーウェンは2010年8月4日にアビバスタジアムで行われたリーグオブアイルランド選抜とのプレシーズンマッチに出場し得点を決めた。公式戦では9月22日に行われたリーグカップ3回戦のスカンソープユナイテッド FC 戦で2点を挙げシーズン初得点を記録した。4日後に行われたボルトンワンラーズ FC 戦では ファーストタッチでゴールを決めリーグ戦初得点を記録した。2011年2月25日には監督であるアレックス・ファーガソンが残りのシーズンにオテオーウェンは重要な戦力になると話したが、素刑部を負傷し、その後に行われた4試合を欠場することになった。FC バルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝はメンバー入りしたが出場機会は与えられなかった。 2011年6月に1年間の契約延長を結んだことが発表された。2012年5月、自身のツイッターにて同シーズン限りでマンチェスターユナイテッドを退団することを明らかにした。2012年9月4日にストークシティ FC への加入が発表された。2013年1月19日のリーグ第23節。 スボンジ意識戦で遺跡後初得点を挙げた。応援にとってリーグでの得点は2010から11シーズンの最終節が行われた2011年5月22日のブラックプール FC 以来1年7ヶ月ぶりであった。2013年3月19日、2012から13シーズン終了後に引退することを自らのサイトで発表した。5月19日の 最終節サウサンプトン FC 戦において74分から途中出場し33歳で現役生活に別れを告げた。応援に得点はなく試合は1から1のドローで終わったが試合終了後には両チームのサポーターよりスタンディングオベーションを受けた。U-20 代表では 1997FIFA ワールドユース選手権に出場し4試合で3得点を挙げた。 1998年2月11日に行われた、チリとの親善試合で A 代表デビューを飾る前に、U-21 代表として、キャローロードでやれた、キリシャ戦に出場し、得点を記録している。チリ戦に出場したオーウェンは18歳と59日で、あり、20世紀にデビューした選手の中では最年少の記録となっている。オーウェンは、 若さ溢れる熱意と抜群の瞬発力、スピードにより国民的な人気を集め、ファンの多くは1998年に開催されるワールドカップでレギュラーとしてプレーすることを熱望した。初得点は大会前に行われたモロッコとの親善試合で生まれ、このゴールにより彼への評価はさらに高まった。このゴールは2003年にウェイン・ルーニーに更新されるまで、 イングランド代表史上最年少ゴールであった。グレンホドルより1998フィ f ファワールドカップのメンバーに選ばれたが、最初の2試合はスターティングメンバーから外れた。しかし、交代で出場した第2戦のルーマニア戦は1-2で、敗れたが得点を目、ポストに当てるシュートも放った。この試合以降、ホドルはスターティングメンバーでオーウェンを起用し、 決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦では、ロベルト・アジャラとホセチャを抜き去り、個人技からゴールを奪った。試合は引き分けに終わり、PK 戦の末敗れたが、MVP 投票では、ベスト4未満のチームの選手として、最高の7位に入った。オーウェンは、イングランド代表で確固たる地位を確立し、国民からの人気は大幅に高まった。その年の終わりには、一般投票により、 BBC スポーツパーソナリティオブザイヤーを受賞した。その後は、ユーロ2000、2002フィーファワールドカップ、ユーロ2004に出場し、3大会すべてで得点を記録しており、4つの主要な国際大会でゴールを決めた唯一の選手となっている。2002年4月、デビッド・ベッカムが欠場したため、パラグアイトの親善試合でキャプテンを務めた。 1963年のボビー・ムーは以来となる若さであり、その後もベッカムが出場していない場合は、キプテンを務めた。2006年5月25日には 2006FIFA フフワールドカップ前のコンディション調整を目的とした、ベラルーシとの B 代表の試合に出場し、61分に交代するまでキャプテンを務めた。2006FIFA フフワールドカップでは、パラグアイ戦。 トリニダード・トバゴ戦に出場したが、ゴールは決められなかった。代表80試合目となる3戦目のスウェーデン戦で、試合開始51秒で左膝をひねり、担架で運び出された。その後の検査で、左膝の全十字人体を断裂していることが明らかとなり、決勝トーナメントに出場することはできなかった。2006年9月6日には、 リチャード・ステッドマニー氏の手術を受けたが、2007年4月まで欠場を余儀なくされ、ユーロ2008予選の最初の6試合に出場できなかった。B 代表の試合であるアルバニア戦で代表に復帰し、ブラジル戦とエストニア戦に向けた A 代表のメンバーに招集された。オーウェンは2試合共に出場し、エストニア戦ではゴールを決め、ガリー・リネカーが保持していた親善試合を除いた。 国際試合の得点記録を更新した。オーウェンの代表戦での最後の得点は3から0で勝利したロシア戦で上げたゴールになっている。ロシア戦では2得点を上げ、新旧ウェインブリスタジアムでゴールを決めた最初の選手となった。これまで89試合に出場し40得点を記録しているが、この得点数はボビー・チャールトン49得点、ガリー・リネカー、 48得点、ジミー・グリーブス、44得点に続いて、歴代4位の記録である。ワールドカップ、ユーロとその予選の試合では26得点を記録しており、7試合でキャプテンを務めた。2007年12月現在まで4試合以上ゴールを記録しなかったことはなく、レギュラーとして起用され続けてきたが、ウェイン・ルーニーやセオ・オルコットをはじめとした選手の、 対等によりポジションは不確かなものとなり、ファビオ・カペッロが指揮を取った初めの2試合は4から5から1のフォーメーションを採用したため、代表でプレーする機会は減少すると見られた。2008年は低迷したクラブで活躍をしていたが、ワールドカップ予選のアンドラ、クロアチア、カザフスタン、ベラルーシとの試合に招集されなかった。多くのファンや指揮者はオーウェンの集を望んでいたが、 カペットは招集しなかった。2008年11月に行われたドイツとの親善試合では、ウェイン・ルーニーとエミール・ヘスキーが起用できないにも、かかわらず、オーウェンは招集されなかった。しかし、カペットは今後オーウェンを招集する可能性を否定しなかった。カペットは、レギュラーとしてプレーしている選手を招集する方針を示したため、 オーウェンが招集される可能性は低くなってしまった。ユナイテッドでは交代での出場がほとんどであり、2010年2月28日に行われたリーグカップの決勝でハムストリングを負傷し、結果として2010フィーファワールドカップのメンバーには選ばれなかった。オーウェンは1984年にプライマリースクールでイングランド出身の女性と出会った。 北ウェールズのフリントシャアに土地を購入し、オーウェンは自動車、彼女は競争オーバーをそこに預けている。二人は2004年2月14日に式を挙げ、2005年6月24日に入籍をした。夫妻には4人の子供がおり、2003年5月1日に長女が生まれ、2006年2月6日に長男が生まれ、2007年10月29日には次女が生まれ、 2010年2月26日に三女が生まれた。ニューカッスルでプレーするためにイギリスに戻ってからは毎日近くのベイシステムズからヘリコプターで練習に通っていた。後に家にヘリポートと AS365 を所有しパイロットになるための訓練を受けていたが高額な保険料を支払わなければならないためクラブから訓練を受けることを禁止された。応ンは 家族のために、かつて住んでいた場所の近くの通り全体を購入し、2008年には、ウォルト・ディズニーが所有していた土地を、エステッポナの有名な不動産屋であるポール・グリム・ショーラ、購入したと、デイリー・エクスプレス紙が報じた。2004年には、オーウェンの姉が若者二人に誘拐されそうになったが、彼女が妊娠していることを告げると犯人は逃亡した。オーウェンは、 数台の自動車とヘリコプターを持ち、競馬とギャンブルを趣味にしている。多くの競争場も所有しており、トム・ダスコムが調教をしている。ギリの兄、リッチー・パートリッチもサッカー選手である。オーウェンは、多くの広告に出演し、2001年にオーウェンは、朝食用のシリアル、ネスレス・ポーティーズの広告等を務め、粉洗剤、パーシルとは100万ポンド相当の契約を結んだ。 ワールドサッカーウィニングイレブン2008ではイメージキャラクターを務め1998年から基礎のアンバサダーを務めジャガーとも契約している引退後は地元のチームでありかつて父がプレーしていたチェスターシティに何らかの形で関わっていきたいと話している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください